ではよろしくお願いします。お願いします。この前ちょっとまあ、Wi-Fi 環境とかがちょっとあれだったので、またちょっと洋平小平くんからまたこうぜひっていうことで言っていただいたので、また今日はバタフライ対談を皆さん楽しみにしてるんで、よろしくお願いします。お願いします。第1キックが強くて第2キックが 楽っていうか、結構楽に蹴っていいよっていう人もいれば、第1が軽くで第2が強くでいいよっていう人もいるんだけども、浩平君は第1と第2っていうのはどういうイメージで泳いでやってますか？やっぱりスピード、うん、早く泳げば泳ぐほど第2キックの方が強くなってきますし、その強くなる必要もあると思うんですけど、はい、やっぱり打つその第二キックを打つタイミングっていうのがすごく大事だと思ってて、はいはいはい、基本的にはやっぱり泳ぎを覚えてくるときっていうのは、手が入水したときに第一キック、うん、手を抜くときに第二キックっていうのが多分王道の教わり方、うん、だそうだね。そうだね。うん、それだとやっぱり第2キックはどうしても手がもう出始めてる頃に第2キック打っちゃう子が、ユニアの時なんか特にあるので、はいはいはい、遅れれば、はい。なんで遅れれば遅れるほどどうしても、アップダウンが激しくなってしまうんで、自分は第1キックと第2キックの間をなるべく短く。うん、ああ、なるほど。1、2っていうよりは、うん、1、2っていう感じで、数字が続くようなイメージで打ってました。なるほど、なるほど。で、まあ、これ、呼吸するときはどこを見ているかっていうところなんですけども、おお。やっぱり自分はこう、スプリンター気質、もともとだったので、はいはいはい。どうしてもノーブレをできるだけして、うんうんうん、呼吸を少ない方がいいっていう感覚だったんですけど、はい。やっぱり100メートル、まあ、50秒、ぐらい泳がなきゃいけないんで、うん、必ず呼吸が必要になってくる。うん、我慢すればするほど最後にどうしても響いてくるんで、うん、なるべくできるんであればした方がいいっていうような指導で、うんうん、自分もやっぱりね、呼吸を入れてリズムを取っていかないと、うん、なんかやっぱ息苦しさを感じるんだけど、やっぱ後半伸びがやっぱ違う。何が一番最終的にやっぱり記録につながってくるかっていうと、うん、どれだけ最初に、うん、飛び込んで最初にできるストロークを最後まで持たせられるかっていうのがやっぱり大事だなっていうのを気づいて、うん、なるべくこのストローク、最初のストロークが次のストローク、次のストロークが3画目っていうような感じで、うん、はいはいはい、同じストロークを考えたときに、やっぱり呼吸がなるべく入った方が、うん、それを継続しやすいんじゃないかなと思います。ああ、なるほどね。で、その中で、まあ、呼吸をするときにどこを見てるかっていう部分って意外とやっぱ聞かれるんだけども、うん、はい、意外とこう呼吸をしたときにすぐこう下にこう水面を見てしまう人もいたりとかが結構多くて、自分はどちらかというと、もうとにかく先、調整だったら50メートル、うん、もう本当、役員の人たちが立ってるぐらいがちゃんと見えるぐらいまで遠くを見るように毎回呼吸をするために、はい、見る。で、その見ることによって結構呼吸した時に間ができるっていうのがあって、うん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 、見てるんだけど、浩平くんはどういうふうな、こう、目線っていうか、見る場所っていうのはどういうことを意識してますか？やっぱり同じような感覚かな。前をできるだけ落ち着いて、景色が、うんうんうん、なんとなくこう、しっかり見えるというか。はい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 。腕を楽に回すにはどうしたらよいですかという質問。これね、結構多くて、うん、腕が後ろに行けば行くほど、うん、僕たち選手やってた人間でも、容易にこう回ってこないんで。うん、そうなんだよね。うん、なんで、最低でもこう体の横のラインに沿って、腕が上がってくるようなイメージだと、うん、年齢に関係なく上までちゃんと手が上がってくれると思う。うん、確かに。スピードを上げるために意識していること、練習方法はっていうことで、まあ、テクニックもそうだと思うんですけど、みんなやっぱどういう練習をしていたのかっていうことがやっぱすごい気になってくるかなっていうのがあるんですね。腕の回転をとにかく上げようとする人が多いと思うんですけど、はいはいはい。腕の回転を上げようと思っても、結構腕の回転って、限界が早いので、うん、
うん。うん、なので、自分の場合は、足のタイミング、足の打ち返しのリズムをどれだけ早く、連続できるかっていうのを意識して、スピードを上げるようにしてます。なので、足の回転が上がると、うんうん、手は必ずついてくるんで、はい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 。足のこの、打ち込みと、返しですよね、うん。はい。あれを意識するために、やっぱり、それこそフェルプス選手がやってたような、うん、タッチキックで、はいはい、ずっとこう、同じ姿勢で、浮いたままキックをしたりとか、うん、あとは床からジャンプして上がってきたりとか、うんうん、ああいう練習でこう、あれもどうしても前の打ち込みと打ち返しのバランスが悪いと体がものすごく揺れてしまうので。確かに。うん。なんで、もちろん体幹とかももちろんそうなんでしょうけども、うん、足の動かし方で体幹も維持できるって。そうだね。うん。それを大事にしながら練習してます。すいません、忙しい中。はい、とんでもないです。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。じゃあお疲れ様でーす。はい。はい。